だった。ね、だいぶ練習してましたね。はい、よかった。奥がちょっと失敗しましたね。じゃあビデオも、うん、なかなかこう幻想的というか綺麗なね、たまりなんかやっぱ男前やると、ね、これ結構ビデオとか気に近かったんですかね。そうですね、編集ですか。編集とか、まあ、撮影とか、撮影は割とあの短期に集中して撮って、うん、編集の方が一、はい、月ぐらいかかりました。そんなかかったんですか、うん、はえでも編集とか立ち会いはったんですか。全部立ち会ってやんないの。やんない。ミュージさん、ミュージさん、ミュージさんです。うん、意外とあの仮編集見せられて、あ、オッケー。あ、あんま出演しないもん。出演しない。そうですか。ほんじゃカットをしよう、あ、しようみたいな。そうですね。素材全部見て。偉いね。今何なんか言おうとしたの。いや、普通はどれぐらいの期間なんですかって。どうなんでしょう。僕初めてなんで。まあね、あの、それ。あの長い人もいれば短い人もいれば1ヶ月ってこう長いですよ。で今もちゃんと気に入ったものができた。そうですね。いいよな。もうビデオを見てもさ足長いな。ほんと長い。さっき立ってもびっくりしたね。そうやね、次立ちにくいじゃないですか。あ、そう最後ね立ってもらってね、皆さんのそこに行きますから、ね、ほんとビデオ見といてみる。今後のね、予定もお伺いしないといけないんですけども、はい、1月にはインストアイベントがあって、はい、こんなんも初めての試みです。そうですね。あ、ソロになってきたんですか。はいはいはい、先日、はい、握手会をやって、嬉しいですね。インストアイベントっていうのも握手会みたいな。握手会と、うん、なんかいろいろあのじゃんけん大会とか。わあ楽しそう。かわいい。サザエさんよろしく。なんかあれを作ってもらおうかなと。それ相当面白いですよ。なるほど、それね、ぜひね皆さん行ってください。そして、2月に赤坂ブリッジでワンマンライブ、はい。ワンマンライブっていうのはもう何回かやられてるんですか。いや、それも先日こちらファーストライブをやって、それで次2回目です。なかなか、うん、なかなかというか、なかなか今回のね、はい、結構曲がね、バラエティー飛んでますから、はい、あ、これ見せるの忘れてた、これ限定版の、ね、これ限定版のジャケットが、中もちょっと違うんですね。ジャケット、通常版と違います、はい、両方買ってください。はい、はい、ね、ほんじゃライブも、2月のワンマンは、はい、でも今も曲目とか練習とかに入ってるんですか。いや、まだなんですけど、前回とやっぱりもっと違ったライブをしたいなっていうのがあって、うん、あのライブならではの曲をもっと増やして、うん、みんなで次はもっと盛り上がろうかなって思ってます。何年生ぐらいでこれから。前回はその3ピースというか3人でやったんですけど、はいはいはい、今度はもっと増えるかなって増えるかなところですね。激しく、ね、うん、行く人わいや別に声出してええねんじゃん。行くーねえ、そうか、ぜひともね、はい、皆さんも見に行ってほしいなと思いますけども、はい、プレゼントがございます。すごいです、これは、はい、ほんとすごいですよ。あれいっぱいくれましたよ。じゃあまずはこちら、はい、カレンダーですね。2023年のサイン入りしかも、はい、これでも袋にしてくれてはるから、これ飾る用、飾る用です。もう一つ買ってくださいね、はい、当たった人も、はい、そしてこちらは何ですか。T シャツとバンダナ、はい、着れないんです、ね、ちっこあのこれ、はい、あのペット用とかじゃないんで、はい、あの記念のこの日にライブをやりましたっていう。あ、そうかそうか。これからずっとシリーズでいこうかな。 T シャツシリーズ、ちっこい T シャツ、はい、こちらね、うん、まとめてあげるんですか。これはこれ1名、こちらは3名様、うん、セットで3名様、はい、いいですね、皆さんぜひ送ってください。送ってください、はい、ということでね、もうそろそろお時間が、はい、来てしまったんですけども、最後なんかメッセージみたいな、メッセージ一言でお願いします、はい、じゃあアルバムノスタルラボぜひ一度聴いてみてください、それから2月19日赤坂ブリッツ、待ってるのでみんな来てください。かっこいい。
どうもありがとうございました。ありがとうございました。というわけで後半のゲストはくらはさんでした。ミュージックチャットまた来週。